無理なのか。時間がねえ。ケル、消えちまう。あいつなら。ちょっと大丈夫っすか。動かない方がいいって。今救急車呼んでるから。ああ大丈夫か。怪我してないの。なあ、全然電波来ねえんだけど。生きてやがったのか。なんだよ。おい、寝ぼけたガキ、この体よこせ。なんだよこの声。くそ、こんな都合よくはいかねえか。素人かな。俺は中にいるんだ。このぐらいなんとか耐えろ。だろうな。なんだ。何か来る。喋んな。隠れろ。いいから今は言う通りにしろ。あいつ、呼んでなくてさま。私の声を聞け。私が君たちを救おう。私だけが君たちを救える。君たちの魂は純化され、来たるべき世界の礎となる。器は整った。それは魂の住まうべきところだ。さあ集え。良き終わりはそこにある。
んだよあれ。敵だ。あとを。何言ってんだよ。そもそもあんた一体。おい、抵抗するな。だからもう俺のもんだ。お前はさっき死んだ。俺が出ていけばお前は終わる。そんな。どうすれば。お前に選択肢などない。俺に従え。いやだ。僕にはやらなきゃいけないことがある。やらなきゃいけないことを知るかい。うだうだ言うなら他を探す。お前は終わりだ。他誰もいないぞ。こいつ悪霊だか死神だか知らないが、この体は僕のものだ。あんたの指示は受けない。そうかよ。だったら力ずくで奪うまでだ。お前には消えてもらおう。仕方ねえ。まずは付き合ってやる。だが忘れるな。お前の命を握ってるのは俺だ。あんまりダダをこねるようならお払い箱だからな。分かったら早く進め。指図するな。動きがぎこちないが、まあいいだろう。なんだよこれ。逃げ切れない。俺の指示に従え。解き放つ。いざそのまま攻め続ける。相手の攻撃は守りを固めれば軽減できる。あるじゃねえか。残りを片付けようぜ。何なんだよこの力。俺がいなければあいつらにやられていたってことだ。さっさとお前の用事を済ませようぜ。妹のところに行かなきゃ。妹に会いに行く途中で事故ったのか。僕の体を奪おうとした奴に話す必要ないだろ。それもそうだな。あんたは何者なんだよ。先にお前が話したら教えてよ。ここだ。なんだこれ。向こうの世界の物体がこちらに干渉している。物は試しだ。触れてみろ。お前でも力はいる。妹ってのは病人なのか。ああ。それはタイミングが悪いな。病室は4階だったな。何してるんだ。ああやって体を失った魂を集めてるんだよ。何のために。あの世に連れ去るか、
そのまま自分たちの餌食にするか。どちらにしても、あの魂は救われない。止めなきゃ。待て、あいつらはまだこっちの存在に気づいてない。見つからないよう、しゃがみながら背後に近づけ。それでいい。恐れずにやることが重要だ。お前も力の使い方が分かってきたみたいだな。よし、いいぞ。こういうところはまれびとが多い。気をつけろ。まれびと？さっきから相手をしている化け物を俺たちはそう呼んでいる。今度はチャージショットを試してみるぞ。一気に引き抜いてやれ。無敵だ。今のは奴らの心臓みたいなものだ。引っこ抜けばひとたまりもないさ。何か入ってるのか。たぶんいるぞ。気を抜くな。エーテル結晶体で補給をしておけよ。嫌な気配がする。なんだ。気をつけろ。誰かいる。どうなってるんだ。警戒者、ここはまともな状態じゃないぞ。目に見えることを全て信じるな。ながらにしてあちら側と接続されている。まさに理想的な観測者だ。これで計画は完全となる。触るな。誰だ。人間。もう一人。お前は、ふん、愚かな。魂を解放してやったというのに
まだ肉体などにしがみついているのか。今度こそ逃がさねえ。意志の力か。興味深い。だがお前は後回しだ。周りに触れるなと言っている。そうか、お前の。案ずるな。私なら彼女を救ってやれる。何もしなければな。現世の時間で3秒、呼吸1回分で終わりだ。嫌だ、まだ死ねない。一つだけ方法がある。体をよこせ。妹は助けてやる。あんたを信じろってのか。無理にとは言わん。このままお前は死に、妹はあいつに蹂躙される。それだけだ。僕は消えるのか。さあな、祈れ。妹はマリー、僕は伊吹明人だ。今更自己紹介かよ。まあいい。KK だ。名前は捨てた。KK。マリを頼む。俺には戸締まりしろってうるさいくせに。これだよ。マリマリ
は。おい、しっかりしてくれよ。僕は消えなかったのか。神様に感謝するんだな。チッター見られる顔になったじゃねえか。黙れ。で、体はもらっていいんだよな。約束はしていない。現に僕はここにいる。おい、裏切んなよ。裏切ってない。まあいい、居心地はだいぶ良くなったぜ。妹を連れて行った奴の居場所を知りたい。あいつは目的のために大掛かりな儀式をやるはずだ。じゃあそこに行けば。ああ、今みたいに返り討ちだ。焦るなよ。今度は俺の行きたい場所に行ってもらうぞ。みんな消えたのかな。だろうな。あいつの計画通りなら外との連絡も遮断されているはずだ。ずっとあいつを追っていたのか。ああ、やられちまったけどな。無駄話は終わりだ。行くぞ。先は幽玄坂だ。霧がまだ残ってる。不用意に近づく、危ねえぞ。何だろう。調べてみるぞ。あいつらがいる。邪魔だな、片付けろ。いいぞ、浄化はできるみたいだな。おい、社の中を調べてみる。片代か、使えそうだ。ここはもういい、目的地に行くぞ。何に向かって吠えてるんだ。あれを見ろ。止めるぞ。今ならまだ助けられる。これ以上奴らに好き勝手させるな。霧に飲み込まれて霊になったか。こ
いつらを助けられるかどうか。さっきの片代を使ってみろ。吸い込まれた。うまくいったか。あとは近くに公衆電話はないか。今時そんなもの。いいか、探せ。受話器を取れ、俺がつなぐ。何これ。エドが作った装置だ。そこに片代をかざせ。霧で霊になったやつはこれで外に送れば元に戻るはずだ。この装置余計なことを。私だけが彼らを救えると言ったはずだ。邪魔をするな。お前は誰も救えない。邪魔するなだと。なら渋谷中の霊を集めて邪魔してやるよ。道案内の続きだ。幽玄坂に行くぞ。これって何。今はいい。先を急げ。君が来たな。コンビニか。何か使えるものがあるかもな。そこの2階だ。エドって人はどこかで生きてるのか。その予定だ。ほとんどのことが想定外。どうなってるかわからん。ここあんたの家。部屋の封印を解除してくれ。よし、任せろ。中に何があるんだ。入ればわかるよ。なんだこれ。地図の範囲があいつの結界になっている。お前も見ただろ。結界内の霧に触れれば消える。結界。渋谷にいた人みんな消えたってことか。うん。消された人間は5万か10万、いやもっとか。なんだよそれ。まあ何人消えようが俺には関係ないがな。ただこのどこかにあいつがいる。お前の妹もな。どこかって。
気に入ったか、持っていけ。こんなものどこで。職業柄、まあいろいろつてがあってな。あんた何者なんだよ。国の番犬かつはぐれ者のお友達ってところか。どういう人間かは知らないけど、あんたがまともじゃないってことだけは分かったよ。誰？仲間だ。え？だったと言うべきか。あいつは奪うことをためらわない。俺たちもそうあるべきだった。戦っていたのか、この人たちと一緒に。武器も調達できたし、そろそろ行こうか。これってあんたの本？うん、ガキの頃にカッパを見たことがあったわ。あんた、子供の頃から普通じゃなかったのか。向こうの世界の食べ物だな。俺たちなら食えるぞ。この世の食べ物とは違う効果があるかもな。確かに。お前が代わりにやってくれるか。やだよ。結界だと？マンションごと押しつぶす気か。結界を破る方法があるはずだ。探せ。結界の要だ。続行せ。他にもあるはずだ。何が起こってるんだ。結界のせいで、あの世の干渉が強くなってるんだ。このままじゃ、あの世に押しつぶされる。距離があるな。さっきの弓を使え。しっかりと狙いを定めているんだ。いいぞ。ここはもう大丈夫だ。まださっきの石があるはずだ。探すぞ。どこに行けばいいんだ。よく調べろ。何かあるはずだ。持って数分だ。急げ。行き止まり？いや、上に行けそうだ。なんだ。近いぞ。周囲をよく探せ。こいつが本体だ。ぶっ壊せ。間に合った。やれやれだな。これを仕掛けた奴がいるはずだ。外を調べるぞ。よかった、結界は消えている。まだ近くにいるかもしれない。誰かいる？違う、いたのか。お前も見えるのか。よし、俺の言う通りにやってみる。これはさっきのはこいつの仕業か。追うぞ。
これって汚れだ。さっきの力を使って調べてみろ。何か見える。汚れの中心だ。破壊しろ。汚れに囚われていたのか。こういう奴らも多そうだな。痕跡が消えてる。俺たちが追っていることに気づいたのかもな。まあいい、せっかくだから寄り道していこうぜ。この辺りに大きな神社があっただろう。何か役に立つものがあるかもしれない。そこに行ってみるぞ。神社にそんなものがあるとは思えないけど。わからないぜ。今使っている弓だって神社で見つけたんだ。盗んだのか。さあどうだろうな。こんなところに鳥居が。あれも浄化するぞ。天狗か。人がいなくなって妖怪が出てきたのか。あいつを使えばビルの上に行けそうだな。おお、びっくりした。案外うまくいくもんだ。妖怪も使いようだな。でまた霧が消えた。ああ、助けを求める霊の声が聞こえてくる。助けてやろうぜ。びっくりした。死んでも落ちるのは怖えんだよ。ごめん。これで助けられる。まれびとの気配です。予定と違うじゃないか。停止して神社の様子を伺い、敵の居場所や霧の制限を聞いてみる。浄化していけば道は開くはずだ。それに霊になった者も救える。つまりあいつに嫌がらせができるってことだ。いいことだらけだな。